こんにちは。即家塾のコブです。あの、経営の神様として知られている京セラの創業者である稲森和夫さんが亡くなりました。まあ、5年齢も5年で選んでね、仕方がないところありますけども、私が思うのは、航空会社の再建を無報酬でされていたというところですよね。まあ、実態はいろんな噂があるのでわかりませんけども、私はこの方は金のためや欲のためではなくって、突き上げる思い、感情のもとに、 理論的に仕事をされた人じゃないかなと思うんですよ。よくね人は感情論で物を言うとかね感情論で物を言うなって言いますけども人間である以上感情が全てのスタートで肝心な時には情熱が人を動かすと思うんですよ。人は理屈だけでは動きません。でも感情だけでも動かないんですよね。感情を裏付ける理屈がいるんですよね。だから両方鍛えていかなくてはいけないと。テクノロジーとかノウハウの他にマインドセットですよね。 この両方があってて初めて成り立つと思うんですよ今私は FX を取り組んでいますけども精神力の本当にね戦いだなといつも思ってますし受講生さんもそのようによく言われます精神力継続する精神力ロスカットを受け入れる精神力そして大勝ちした時に上振れない大きな気持ちにならない本当にね土に帰るようなそういう風な精神力自分の生命を精神をコントロールさせるそういうことじゃないかなと思うんですよね で稲森和夫さんは多分ねお金や地位や名誉をもらうと経営の神様としておだてられると自分がその精神力を感情を十分に使い切れなくなると思ったから報酬を受け取らずに、まあ、なるべくね目立たないように社内だけで輝くようにやってきたんではないかなと思うんですよでも世間は経営の神様とかね奇跡の人とか言って持ち上げて稲森和夫さんの名前はもしかしたら一人歩きしてしまったのかもしれません 私はそういう意味でも稲森和夫さんのことをあまり見ないように聞かないようにしてきましたただ単にそうすごい人27歳で京セラを設立して第二伝伝そして JAL の再建こういった神業を私と同じような時期にされてきたその姿は日本ののの経営者そのものだったんんじゃなないかなと思うんですよそこにあるのは大きくなっても小さな町工場の思い そのままままだったと思います、まあま、さにね半沢直樹の世界なのかもしれませんけども小さなネジ工場そのネジが世界の産業を支えているというその意識さまざ、あ、まなものがあったのではないかなというふうに想像するんですねあくまでもこれ全部想像なんですよ稲森和夫さんのことを伝える人の言葉を聞けば聞くほど伝えようとしている人のベクトルがかかってきますので、まあ、なるべくね 私はどちらかというと知らないようにしてきましたんで稲森和夫さんという人の私の先入観で作り上げたまさに神様のような人を私は求めていてまあ言ってみれば一人歩きをさせていたのかもしれませんねどちらにしても本当にお疲れ様でございましたと本当にこれからね、えー、稲森和夫さんのような人がいなくなると思うと非常に 残念だなと思いますけども逆に言えば稲盛和夫さんがいなくてもこの日本任せていただけるようなそんなね経営者の一人になっていきたいなと思っております、はい、皆さんどんな感情をお持ちでしょうか人間は感情の生き物ですから感情論で語れなくなったら終わりだと思いますねそれでは